皆さんこんにちは、ほっしーです。今日も FC モバイルやっていきましょう。今日の動画ですね、3周年特別パッケージ特大の方、こちら引いていこうと思います。で、一応大と特大2種類あるんですけど、まあどっちかといったらね、特大の方が多分お得だと思うんで、特大引いていきます。5回限定購入可能でさ、ちょっと5回は買えないわ。1回 9900FB だから、とりあえずね、今回1回引くわ。で、まあ結果見て、いや追加はできないだろこれ、1回が限界かな。一応さ、 FV のさ、あのパック買ったんだけど、もうないからさ、まあ、多分来週のメンテで追加されて、そこでさ FV のボーナスのやつ買って追加するかもしんないけど、ちょっと今回はね1回で許してください。さすがにポンポンこれ買えないん で、確率こんな感じね。121が 55%、 122が 23%、 123が 16% と。なんで、まあ、123は引きたいね。 16% 結構引けんだろ。で、一番おもんないのが121でおしまいね。 55% 引いちゃうパターン、これマジで一番おもんない。で、一応おまけでね、その上級素材とか、あとはランダムランクアップ素材もついてくるんで、そこはいいと思います。久々にねこんなに高いパック買うんで緊張してるんですけど、早速ね引いていきたいと思います。さあ引いていきましょう。特大ね、1回が高いから、本当に何回もこれ言うけど、 9900FV って。まあ行きましょう。とにかく 55% だっけ、これを避ける。123を引きたい。で、121だったら高い選手いんのか。121どうなんだ。121見ていくんですけど、こんな感じね。ベッカム高いじゃん。ベッカム、シェフチェンコとか、あとは、キャンベルも高いね。ここら辺厚いね。レコードブレーカーは終わってるわ。どうする、ファルカーとか来たら俺もう泣いちゃうぞ、マジで。結構えぐいな、121。ファンダイクもいいじゃん。一応さ、確率パックで出てるんですけど、こちら見ていくと、121、125先発選手パック。125当たんねえからな。123のさ、誰だっけ、オーウェン、あれナンパーよ。俺オーウェンがマジで欲しいんだけど、全くさ手に入んないし買えないからさ。どこ行った、オーウェン、オーウェン、オーウェン。 0.603% か。ほほ、なかなか厳しいな。でもベーラ引くより高いんだね、確率。うん、まあここら辺引きてえわ。久保 0.335%。 うわ、怖っ。一番ちなみに高い確率誰、ルベン・ネメス 1% でも 1% なんでしょこれ。じゃあ 0.6% 引くも変わんねえわ、 1% 引くんだったらっていうメンタルでいくわ。単純にさ、数が多いだけで、121の全然123、120に当てれるわ。行きましょう。テルは 1%、 意味わからん。よし行こう。緊張すんな。1万円か、行くぞ。演出、国はイングランドだな。行きましょう。イングランド ST 来たらマジやばい。行きます。来い、頼むぞ。 FC の演出だけ組んだ、マジで。レジェンド演出必須、頼む。とりあえずレジェンド演出どうよ。よし、いいよ。え、違う、これなんだ、イングランド、え、 ST じゃない。あ、違った。え、惜しい。誰、誰、え、うわマジ、いや、かあ、えぐい引きしてる。いや待って、これえぐい引きしてるぞ。うわマジかよ、激アツ演出来たと思った今。イングランドだし、中田も引いてる、121も引いてる。え、すごい。そしてこのハラルドソン3枚抜き謎。うわ待って、うわえぐい引きしとるわ。ちょっと待って、市場見るわ。所持選手ね、ランパード当てるか。いや、これマジ強いと思うんだよ、ランパード。強いと思うんだけど、いや、お前じゃない感やばいね。値段は170億。おお、しかも全然売れてる。お、200億で売れる。え、めっちゃいいじゃん。当たり。中田は28億。これ売るわ、速攻で。これ売るじゃん。いや、待って、今、イングランドの瞬間、ちょっとさ、震えたもん。うわ、来たわと思って。まあ、そんな甘くなかったね。うん、そんな甘くなかったけど、いやマジでナイス、うん、よくやったわ。これ上がるかな、値段。なんか誰も売らなそうだもんな。上がるか、どうしよっかな。一応最高で1進売っちゃう。まあ2進にして売るのもいいけど、でもとにかくね、いい引きはした。
でもさ、イングランドだったらもっといい選手いたでしょ、123。いや、てか、応援引けよ。よくランパード引いたけど、まあ、こん中だったらいい引きしてるわ。うん、ランパード引けてるしね、多分これ上がると思うんで、この後まだまだ。多分2進とか3進で売れんじゃねえの、これ売れないかな。まあ、ちょっと進化させてね、売っていこうかなと思います。はい、ということで今回は3周年特別パッケージ、特大の方引いていきました。結果はね、大勝利と、ランパード引いてね。で、実はね、この動画ね、最後だけね、後日撮ってます。結局ね、あのランパード、2進で売って、確かね、400億ぐらい手に入って、今ね、オーウェン買いました。こちらですね。やっと買えたよ、オーウェン。でね、めっちゃ強いよ、このオーウェン。マジで使いやすい。能力軽く見ていくんですけど、まず逆足4、ここめちゃくちゃいいね。まあ、スタミナもしっかりあって、スクリームーブ4と。スピシュン高いですね。298の254と。まあ、特訓が60なんでね、かなり能力上がってます。でスキルがめっちゃ良くてね、羅針盤ということで、上がる能力、瞬発、シュートパワー、ドリブル、ボルコン、敏捷性と。結構この ST で羅針盤って珍しい多分スキル持ってると思うんですけど、やっぱこのドリブル、敏捷性、ボールコントロール、あと瞬発力か。で、しかも応援身長低いんで、なんかすごくね、ドリブルしやすいんですよ。ここがめっちゃ強い点かなと思います。まあ、活動量もね、もちろんめっちゃいいし、個人技ダブルタッチと。まあ、強いてね、欠点言うなら特性ですね。1個しかないんで、まあ、進化させてね、特性増やして、あとフレアとか入れて使うのがいいのかなと思います。確か6進にするとね、特性1個追加できるんで、そうだよね。フレアね、つけたいと思ってます。で、一応ね、この応援の使用感動画もね、作ろうと思うんで、そちらもぜひ楽しみにしておいてください。まあ、ほんとね、3周年いいパック。来てるんで、やっぱ FV 使うならね、個人的にはここかなと思います。なんでね、貯めてる方というか普段使わない方もここでね、がっつり使って選手チーム強化するのがいいのかなと思います。またね、質問とかあればコメント欄や DM でよろしくお願いします。ということで今日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。